私歌謡祭2013にようこそ。そしてそして本日の司会進行はいつもの歌吉でもおなじみ私博多ひかると食べ物大好き食担当ゆずかと、はい、担当のメスよりライブ好き、湘南でお送りいたします。はい皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではチリズミ第1回ゲストの流星かのんさんです。はい、第3回ゲスト、坂根結衣さんです。よろしくお願いします。第4回ゲスト、ガリオマリコさんです。はい、ガリオさん、よろしくお願いします。はい、そして同じく第4回ゲスト、ナラミさんです。第5回ゲスト、飯野千尋さんです。はい、そして当番組の方、当番組初の男性ゲスト、第6回ゲスト宮園岳さんです。そして第7回ゲスト、ゆうさんです。はい、本日はですねこちらの、皆さんと一緒にお送りさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。アニソンイントロ早押しクイズで順番を決めたいと思います。何よ、何をお世話だよ。はい、はいはいはい、一番早かった飯野千尋先生、ガルソネクトです。はい、正解です。はい、宮園岳さん、ガールズ&パンツァー。マイク、はい、正解。試合が早すぎてマイク忘れちゃったりすみません、どうかちょっと今テンションがありました。じゃあもう一回回答の方を皆さんに聞こえるようにお願いしてもいいですか。ガールズ&パンツァー。あ、その辺がででででででで、いや、脅しました。こんなのってありえない。それにしますか。じゃん、5番。5番、5番、5番ですか。5番になりました。はい、マジで。あれ、事前の打ち合わせと違う。そんなのありません、そんなのありません。はい、はい、はい、早かった。岩先生、ヘビソフィア当たりです。はい、ラーゼンのオープニングですね。タイトル考えてから手あげちゃった。あげていいんだよ。あげていいのか、あげていいのか、あなたわからない。あげていいのか。じゃあ、もう正解してますけど、ガリオさん、トップを狙いです。はい、当たりです。トップを狙いです。得意曲だもんね。すごい、なんか結構前に奈良美さんの前で歌ったと思うんですけど。あら、でもね、イントロ覚えてないんですよ。ほい、おー、トップバッター、トップバッター、素晴らしい。第1回ゲストがトップバッター。おー、なるほど、いいですね。ですか、アニソンイントロクイズスタート。はい、せー、僅差で、どっちだろう、僅差でララミさん。はい、はい、水木奈々さんのエターナルブレイズだと思います。はい、正解です。すまんかった、正直すまん。はい、せーの、はい、バン、でーでー、お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 、持ってるね。8番ってことは、8番ってことは最後じゃない、鳥じゃないですか。おお、鳥は好きだけど、鳥はちょっと、なんですね。言ってる意味がちょっと、あ、何もなかったことに、うん、なるほど。ね、改めて順番を発表させていただきます。はい、1番流星かのんさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2番ガリオマリコさん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、3番坂根結衣さん、お願いします。4番ララミさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、5番、みゆきゆうさん、よろしゅうに。はい、かなりかなり。はい、6番、飯野千尋さん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、7番、宮園岳さん、はい、お願いします。はい、お願いします。そしてそしてラストは宝かすみさんです。はい、頑張ります。ここに頑張ってください。はい。止めろない、どこまでも映した、このままでいい、それが君に言う。
わからなくなってもその手を掴みに行く以前歌吉に出演していただいた際の内容を振り返りながら、思い出を語り合っていただこうと思います。流星カノンさん、お好きなゲームはと聞かれて答えたのは何でしょう。わかんないよね。わかんない結構幅広い広かったね今 ねクイズでしたね。意外とね、なんか選択肢とかくれるのかなと思ったけど、いやそこはもう、マイエンジェル、カノンちゃんの、マイエンジェルだったんですか。私の心のエンジェルなんですよ、初めて会った時から。おすごい動画もね、見てくれてて。多分私もそうなんですけど、私とゆいてんてで多分カノンちゃんの再生数相当上げてるんですよ。そうですね、会場の皆様、いきますよ、せーのでいきますよ、せーの、ウッタマプリンス様。正解でーす。はい。おー、後ろの方が。おー、本当だ、すごい。しかも、その中で一番大きかったものは何でしょう。あれ、名前ついてんの。あれ、あれは、あれ、今この場面には映ってないですね。そうだね。はい、後ろ、ちょうど変えの話してた。あの子これの、あ、そうです、この子の正式名称分かること。あんの、相性じゃなくて、相性、相性、相性っていうか、あの、マリコがつけてる名前じゃなくて、私がこの子につけた名前じゃなくて、それはかなりマニアックだから、それはかなりの、あの、画量フリークになっちゃうんで。ちなみに、画量さん自身はこの子に何とお名前つけてあげたんですか。佐吉って言います。あー、かわいい。あの、戦国武将が好きで、石田三成の幼名なんですね。でもこれが石田三成かと。ケロミンね。ケロミン、コケロミンです。コケロミン。コケロミン。ちょっと目がマジになってる。わかんなよ。ちょっとララミさんにはちょっと厳しく言ってます。ちょっとゴリップですね。やめて、間に挟まないで。というわけでコケロミンでございました。第3回目のトークの時に、5年続いているというバースデーライブのお話が、出てきました。もう笑いが起きてる。早い。こちらのバースデーライブですね、はい、何かを達成したらこのバースデーライブをやめるという、ことをお話ししておりましたが、その何かとは何でしょうか。何か達成したらやめる。達成したらやめる、はい、
達成したらやめる。ほう。もう会場がもう分かりきってて、もう面白いんだけど。誕生日を祝ってくれる人ができたらってことですか。そういうことか。寂しいですね。あ、おい。向こう5年は続いてると、それが。えぐりますね。改めて言わないであげてください。そう、半分のお題を変えました。このクスクス笑いはそういうそういう笑いだったんですね。そんなにインパクト強かったこの話。あ、そう、ありがとう。じゃあ、はい、それでは、これ以上UTT の、はい、あの傷口がちょっと広がらないし、次の問題に行かせていただきたいと思います。はいはい、して、あの、さしてあげてください。おい、さして。また後で体感占な。先輩、うっす。はい、なんか体育裏でじゃあなんか告白とかされちゃうんじゃないですかね、これ。あ？ない、あ、はい。次の問題行きましょう。歌吉出演時に、北海道からのお土産として持ってきていただいた。はい、これ覚えてる方もいますか？キャラメルは、何味ですか？たちゃんにはめっちゃ悪いなって思ってて、思ってて今日実は、はい。お？新しいキャラメルを持ってきたんですよ。おー！何キャラメル？北海道といえばやっぱり美味しい牛乳なんで、はい、美味しい食べ物をいただいたところで、はい、はい、そろそろお時間でございますので、はい、はい、前半出演していただいた4人の皆様のトークな、トークコーナーここまでにしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、行かれるなら恋まま
レイバックパート2パート2、はい、パート2プレイバックプレイバックプレイバック、はい、はい、ねえ腰がバレちゃうね待て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 、はい、そのお面のキャラクターが所属しているチーム名は何でしょう首をかしげてしかも前かがみになった宮園岳さん、お答えいただいてもよろしいでしょうか。バナナマンちょっと後ろの画像はさ何ですか、私の嫁に何か用ですか。戦争が勃発してしまいますね、これは。戦争が見てないです。なんだと見てないけど、あのごめんなさい見てないけど、キャプテンアメリカだった、あれ、はいはいはい、あれのコスプレをした人がサバゲにいたえでもね、盾しかないのよ、はい、銃持ってないの彼は。でも間違ってない、記憶スケッチのコーナーで、あのとあるキャラクターを描いていただいたんですが、そのキャラクターとは何、あの何のキャラクターでしょうか。あれだけ衝撃をこう提供していただいたんで伝説ですからね。伝説ですからね。紹介の時も言ってましたもんね伝説の画伯です。いいの、次の先生僕次の回だったんですよ、はい、で記憶スケッチをするときに、うん、前回とんでもないことをやらかしたんですよ。どうしたドラちゃんドラちゃんドラがこれ、ちなみにあの千尋先生、どこまでうまくいったんですかね。あの本当はですね、はい、あのなんか輪郭から描いたんですよ。あで丸と目と鼻と、この鼻の下の棒まではうまくいったなって思って、はい、なんですけど、こうちょっと顎を収めようと思ったんですなんですけど、ちょっと口もちょっと完全にガンつけてます ねあの衝撃的な登場で、はい、始まった宮園岳さん登場会なんですけれども、すまんかった。いやいやいや、そんな宮園岳さんが作品を見る前と後で、はい、すっかり表情が変わってしまったとある映画は何という映画でした。はい、じゃあ見る前のポーズですはい、これは見る前ですね。はい、はいはい、そしてで見た後のポーズ afterみんなでやってっていう声が で、うん、ではせっかくなのでMC チームを含めてみんなでやってみましょう。やる必要あるの。そうですね皆さんせーの見る前シュールシュール超シュール、はい、ではご着席いただいて見た後 after サバゲの話とあとマクロスの話もしていただいたんですよね。そうなんですよね、うんうん、マクロス大好きなんですけど、はい、はい、でそんなかすみさんなんですけれども、歌吉出演時に最も熱く語った一番好きなマクロスシリーズのヒロインは誰でしょう。僕でも分かったかもしれない。おお、うん、誰だ。あの多分フロンティアのランカちゃんが飛行機でこう歌いながら正解こう降り立ってる時に、はい、ご存知ないのですかっていう相手さんまたマニアックだあのゼントラーディーのそうそうそうあのゼントラーディーのあいつじゃね。でもまあアルト君がヒロインなのはあー認めざるを得ない。なるほど、ヒロインですね、姫だから、はい、姫だから2はい、なってますなってます。の名前本当に出てこないよ。じゃあパッと見た印象で名前つけましょうか今雑だなはい、いきますよ、3、2、1、お名前はユリア行ってみましょう、歌吉スペシャルコラボメドレーでございます。
伝えたいよ。今でいず全てが今飛び出せば OK なら。